ギュスターブ・モローの1894年と1895年の間の絵画、ゼウスの来航に打たれるセメレー。ギュスターブ・モロー美術館所蔵。セメレーはギリシア神話に登場する女性である。長母院を省略してセメレーとも表記される。定売の王、カドモスとその妻ハルモニアの娘で、アウトノエ、アガウエー、イーノー、ポリュドーロス、イリュリオスと兄弟。 ゼウスの子、ディオニューソスの母。元は、プルギアやトラーキアで信仰されたぜ、メロウという大地の女神だったと考えられている。ゼウスは密かに人間の姿をとって、セメレーと交わり、セメレーは、身をもとなった。このことを聞きつけたヘーラーは、嫉妬心を燃やした。ヘーラーは、セメレーのかつての乳母であった老婆に身をやつし、セメレーに近づいてこうすそのかした。 あなたの交際相手は本当は恐ろしい化け物かもしれない。怪しいと思ったら本当の身分を明かすように言いなさい。セメレーはこの忠告に従い、ゼウスに愛の証に私の願いを一つ聞いてほしいと持ちかける。ゼウスがスチュクス川に誓って必ず叶えると約束すると、セメレーはゼウスに真の姿を見せるよう迫った。 内科をまとった神の本性を表せば、生身の人間の体では耐えきれず、立ちどころに焼け死んでしまう。ゼウスは約束したことを後悔したが、スチュプス川にかけた誓いは、神といえど背けない絶対的なものであった。ゼウスは変身を解いたが、セメレーは、まわゆい灼熱の先行に焼かれて絶命した。セメレーの胎児は、ヘルメースが取り上げ、ゼウスの代体の中に縫い込んだ。 この時胎児は6ヶ月であり、さらに3ヶ月後に誕生したのがディオニューソスである。ディオニューソスはこのために2度生まれたもの、2つの門の子などと呼ばれる。古代ギリシアの地にディオニューソスの信仰が確立され、神の座を占めるようになった時、彼はレルネーの底なし沼を通ってたルタロスに下った。ディオニューソスは銀媒下の木をペルセポネーに送り、これと引き換えに、 母親のセメレーを連れ戻した。ディオニューソスから神聖を分け与えられたセメレーは、女神となった。セメレーは、トロイゼエムのアルテミスの神殿に入り、そこから天に昇った。ディオニューソスは、他の使者たちがセメレーを嫉妬したり、憤慨したりしないように、母の名前を改め、ディオーネーとして、神々に紹介したという。ありがとうございます。